旧ジャニーズ事務所に所属し、ジャニー喜多川氏による性加害を受けたと告白した元忍者の志賀康信さんが24日、自身の X、旧、ツイッターを更新。元朝日新聞の尾形聡彦記者が創業者で、東京新聞の望月磯志記者がキャスターを務めるニュースメディアアークタイムズについて、二度と取材はお受けすることはできませんと伝えた。アークタイムズの取材を受け、24日の配信を告知していた志賀さん。しかし、24日午後3時過ぎにお詫びとポスト。続けて本日配信予定でありましたアークタイムズの私の配信が中止となりそうです。確認を急いでおりましたが、この時間になっても返信はございません。ニュースは生きたものですので、優先順位は配信あって当然であると理解しております。しかしながら取材時間が予定よりずれ込んだり、私にも経営陣としての立場がございます。スケジュール外で時間が押してしまうことは承知しておりますが、密なスケジュールの中お受けしそのようなことが起こったことで、取引先の企業様方に多大なるご迷惑をおかけしてしまいました。私の判断ミスですと取材で起きたトラブルを明かす。